こんにちは、ロハス村の宇川です。今日はですね、私どもロハス村からですね、お知らせがあります。この誕生宝香川、こちらの、今月号にですね、なんと47ページ、こちらですね、明日さぬきのブログを私、ロハス村として3年間、書き続けております。そしたらこういった形で、47ページに記事となってですね、ロハス村のブログがですね、掲載されるようになりました。また本屋さんに行きましたら、見てくれればありがたいです。よろしくお願いいたします。それではさようなら。